新スポーツ賞のファイナル進出をかけての熱いレースが展開されています。続いては11レースの準優勝戦が開始されました。1、2、3、4、5、6と待機行動を枠内で進んでいます。1号艇が徳川杉吉、2号艇坪井康晴、3号艇武井隆、4号艇山谷慎、5号艇永田圭司、6号艇品川一華、以上の6名です。最優秀は今日前半地元からでしたが、1を狙っての宇垣入り、ここは今年4度目の優勝かかるセミファイナルです。1号艇徳川杉吉、そしてこちらも徳川同様2場所連続優勝のかかっています、2号艇坪井康晴です。前回コーチの無念晴らす優勝となるかというのは3号艇武井隆で参考、ラスト3選手昨日は過去1名決めておりました4号艇の山谷慎です。5コースに入っていくのは前半カードを手元プレーに絡んで逆取り5号艇永田圭司、今年はここまで14回の優勝を数えます。6コース6号艇品川一華です。品川は新発表